はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ライトニングエッジ登場時点での各ポジショントップ5の男たちということで、ベスト11企画やっていきたいと思います。さあ、今回のポジションは、え左に続きまして、次は右のウィングですね。ライトウィングのアシストリーグ編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、サムネにはね、ライトニングエッジで登場しました、エルベル選手のカードを起用させていただいてます。 ま、すでにね、まあ、別にここだけじゃなくてもね、取り上げてるんですが、まあ、この右はね、やっぱ左の時にも話しましたけど、右の方が激戦区なんですよね。うん、右ウィングの方が結構、なんていうかな、グレードの高い選手とか、フラスル系の選手に関して言えば、まあ、結構多いんですよ。あの、右しかできないという選手がね、の中でのランクインなので、これまでのランキングよりもちょっと厳しいところで入ってきてるんでね、まあ、一番価値のあるランクインかもしれませんね、ここね。はい。 ということで、まあ、ライトニングエッジね、他にもね、まあ、浅野選手だったりとか、ルーカス・フェルナンデス選手だったりとかね、まあ、こういったところも、うん、結構いいね、上位に入ってきそうな感じがしますので、まあ、ぜひね、どこに入ってるのかっていうのをね、注目しながら、ぜひね、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、もう少しね、じゃあ、企画の説明をここからさせてください。では、こちらです。はい、ということで、今回の選手に当たりましてなんですが、特別限定は対象外とさせていただいてます。 まあ例としては TS とか月間系カード等ですね。まあ、特に TS ですね、まあ現役の選手を超越した強さをしているので、ランキングに一緒に混ぜてしまうとですね、まあ、ずっと1位を取り続けてしまうと思いますので、さすがにそれはちょっとつまらないということでね、省かせていただいてます。で、月間系カードもね、ちょっとそれに伴いまして省かせていただいてるんですが、まあここのカードたちはね、それぞれのくく、まあ、りのランキングとか作っていこうと思いますので、まあ、ぜひね、そちらをご覧になっていただけたらなと思います。 で、あとですね、あくまでリーグで使うようとしての選出となりますので、クラちゃんは対象外と、はい、させていただいてますので、えー、あくまでリーグのランキングとしてご覧になっていただけたらなと思います。では、ここからね、ランキングの方にじゃあ移っていきたいんですが、えー、5位から順にね、発表していきたいと思います。ということで、ライトニングエッジ登場時点での、えー、ライトウィングアシストリーグ部門第5位のカードを見ていきましょう。こちらです。 はいここはセレッソ大阪のルーカス・フェルナンデス選手のライトニング・エッジのカードが第5位となります。さあ、このカードね、振り返っていきますと、えー、グレード94のスピードタイプで登場してまして、スキル構成がファンタスティックアーチパス、タッチフェイント、音速ドリブル、チームスキルがスタメン・オフェンス強化で、ボナ戦がキンピープラス、総合値が676 67、えー、で、オフェッチが1531というカードになっております。 はい。ということで、こちらのカードなんですが、まあ、評価点としてはね、まあ、やっぱりスキルですよね、ここもね。ファンタスティックアーチパス、まあ、非常にいいですね、これ持ってるのね。で、これだけじゃなく、まあ、一応ね、タッチフェイントとかもね、しっかり持ってますので、これもね、まあ、評価できるかなという点の一つですよね。まあ、ファンタスティックアーチパスを打つための間を作ることもできますし、まあ、対面でね、相手のサイドバックとかと対面した時に、まあ、しっかりとかわしてから打つことができると。まあ、これがあるかどうかによって、 まあやっぱり打ち、打てる確率というのはね、多少変わってくると思いますので、まあこれはいいね、スキルだと思います。で、音速ドリブルはね、まあ音速とね、まあファンタスティックアーチの話は、まあ、いろんなところでしてきてますけど、 まあ、より深い位置からね、上げたいんだったら意味があるんじゃないかなっていう話はしましたね。うん。まあだから、ボレーとかを積極的に使ってる人が、例えば手前に落とされても仕方ないから、深い位置でボレーが打てるとこまで飛ばしてほしいと思うんだったら、距離を稼ぐために、縦取りからファンタスティックアーチというところは見ていくべきかもしれません。まあただ、そうじゃない人ね、あの、手前で落としてほしいという人もいると思うんでね、なるべくね。 まあ例えば、中距離系のシュートをなりし、長距離系のシュートを持ってると、うん、いうところからすると、そういう人からすると、音速で、あの、距離を稼いで上げるというよりは、もうファンタスティックアーチパス、打てるタイミングでしっかり打ってほしいんでね。うん、そこの妨げになるようなスキルは、まあ、フェイント系ぐらいだったらね、まだいいと思うんですけど、まあ、縦取りとなると、ちょっとやっぱりね、ロストの可能性も増えますからね。まあ、そう考えると、ファンタスティックアーチパスのみで、まあ、のみというか、あとフェイントドリブルかな、音速ドリブル解放しないという選択もね、 まあ、一つありなのかなと思います。はい。ということで、ここはパスワードしてね、まあ、素晴らしいカードだと思いますけどね、まあ、ファンタスティックアーチパスをうまく生かすことができれば、活躍は見込めると思いますので、まあ、ぜひね、えー、今回、まあ、ルーカス・フェルナんです選手ね、まだまだ7月の31日まで、排出続きますので、この間にね、ぜひなんとか狙ってみてはいかがかなと思います。はい。じゃあ、続きまして、えー、ライトウィング、アシストリーグ部門第4位のカード見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは横浜 F ・マリノスのエウベル選手の、えー、ライトニングエッジのカード第4位となります。はい、ということで、サムネで使わせていただきましたカードですが、こちらになりますね。ということで、じゃあ中へ見ていきますと、まずグレードが94でスピードタイプで登場してます。スキル構成がワイドレンジクロスサー、ドライブシュート、音速ドリブル、チームスキルがスタメンオフェンス強化で、で、えー、キンピープラスがボナセンです。総合値が6781で、オフェチが1532というカードになっております。 はい。ということで、えー、こちらのエベル選手のカード第4位となりましたが、ここもね、やっぱ評価点として大きいのは、能力値よりもスキルですね。はい。まあ、ワイドレンジクロッサー持ってるというところがすごく大きな点と、あとドライブシュートはね、まあこれも左の時にも話しましたけど、まあ中に入ってきたりとかしてね、まあ打てる範囲に入ってくることありますので、まあそういった時に、まあシュート持っててシュートを打てるっていうのは一つまあ大事なところっちゃ大事なところなので、 まああっても悪くないかなという感じですね。ただ得点力は見込めないんじゃないかなというところで、まあただね、相手のシュートすれば誘発したりとかしてね、カラス役割とかできると思うので、まあそこで多少ね、価値を見出していただければなと思います。で、あとは音速ドリブルを持ってるということで、まあこれもね、さっきのまルーカス・フェルナンデ選手の話とちょっと近いんですけど、縦に稼げるというところで言うと、まあここもね、ボレーとかを使うとかね、 まあワイドレンジだったら結構、まあ、グランダー気味に入っていけば近距離で合わせたりもできるんですけど、なんかそういった近距離とかボレーとか守ってる選手との相性は良くなるかもね、縦取りあった方がね、まあ、深い位置から上げた方が、やっぱりそういったところの確率、ね、の確率の上がるんでね、はいまあ、そこにまあ価値を生み出せる人は音速解放していいし、まあ、逆にね、まあ、これも手前に落としたいという人は、まあそうね、解放しなくてもいいかもしれないね、まあ、打てるところから打ってくださいの状態であればね、はい。 というふうな感じで価値を見出していただければなと思います。ということで、まあこちらのカードもね、まあクロスターとして十分な活躍はできる可能性のあるカードだと思いますので、まあぜひね、7月31日まで排出続きますので、まあエヴベル選手初めてのね、ワイドレンジクロスターなんでね、まあこれからまあ数は出そうな気がしますけどね、ここカーキリにね。まあでも、うん、まあいいカードだと思いますの、ね、で、ぜひね、狙ってみてください。 はいじゃあ続きまして、ライトウィングアシストリーグ部門第3位のカードを見ていきましょう、こちらです。はいここは鹿島アントラーズの樋口裕太選手のプレーメーカーですね、こちらが第3位となります。さあ、このカードもね、おさらいしていきますと、グレード94のバランスタイプで登場しています。スキル構成がパーフェクトパサー、高精度ミドルシュート、チップパス、チームスキルはスタメンオフェンス強化、ボナ戦が金一 p プラス、総合値が6777のオフェチが 1538ですね。はい。という風なカードになっておりますが、さあ、このカード。まあ、前回はね、第2位でしたね。ということで、一つランクダウンになりましたが、見ていきたいんですけど、まあ、このカードのね、良さも、ここもまあ、能力値よりはスキルだね。うん。まあ、良さとしては、パーフェクトパスは A スキル。まあ、これ悪くないですね。で、高精度ミドルシュート。まあ、これはさっきの、まあ、エイベル選手と同じような話かな。まあ、中に入ってきた時に、まあ、シュートを打てるけど、得点量がそんなないけどね。 まあシュートすバば枯らせたりとかできればいいんじゃないかなっていう話です。で、チップパスをね、B で持ってます。ということで、まあ最近ちょっと増えてきましたね。パスフラッスルの組み合わせの選手ですが、まあ、パスがメインなんでね、どっちかというと、まあ真ん中で使いたい気もするんですけど、まあチップパスもね、別に悪くはないんでね。で、パーフェクトパスは持ってるんだったら、まあ例えば近距離ボレーの選手とか、 との相性はめちゃくちゃいいと思うんで、まあ結構 CF がそういった、なんていうかな、タイプの選手を使ってる人からすると、結構ドンピシャなカードとも言えるんじゃないかなと思いますので、まあ非常に、まあ、面白いカードかなと思います。ということで、まあこれ AB がね、これ、まあ例えばこれ A がファンタスティックアーチで B がキラーパスとかだったら、またそれはそれでちょっと面白いんですけど、なんかこのパーフェクトパスはチップパスだからこその良さっていうのもあるからね。 はいまあ、特にやっぱこれ、まあ、A スキルの、ね、エンジェルパス系と相性がいいのは近距離シュートなんで、まあ、ここを持ってる選手とかを、まあ、CF で使うんだったら、まあ、フラスル系の選手よりも、まあ、フラスル A で持ってる選手よりも優先して使うとちょっと面白いんじゃないかなと、まあ、僕も正直ちょっと気になってましたけどね、まあ、狙いまではちょっとしなかったですけど、はいまあ、ちょっと面白いなと思ったカードの1枚ではありますね。はい ということで、まあ、先ほどのね、まあ、条件とかにあった人からすると、まあ、復刻とかで、ね、また今後、まあ、周年超えてもね、まあ、全然シーズン4まで可能性あると思いますので、まあ、なんかそういった選手を探してて、まあまだね、復刻した時にまだまだ手に入ってないということであれば、ぜひね、そういった機会に狙ってほしいなと思います。はい、じゃあ続きまして、ライトウィングアシストリーグ部門第2位のカードを見ていきましょう。こちらです。 はい。ここは北海道コンサドレ札幌の浅野優也選手のライトニングエッジですね。新カードになります。さあ、こちら第2位に入ってきましたね。ということで、じゃあカードおさらいしていきますと、まずグレードが95でバランスタイプでの登場です。スキル構成がファンタスティックアーチパス、オフェンスブレイク、で、セレクトでテクニカルカーブかダブルタッチドリブル、で、チームスキル出スためオフェンス強化で、ボナ戦が金 P プラス、総合値が6900のオフェッチが1451というカードになっております。 はい。ということで、ここ、朝野選手にしては珍しいね、あの、フラスル系のカードが出てますが、まあ、こちら第2位になりましたね。セレクトスキルもちろんで、ちょっと優,優位ですけどね。はい。ということで、まあ、このカードの良さとしては、ここもまあ、能力中よりはスキルかなっていう感じで、まあ、ファンタスティックアーチパス、いいですね。うん。で、オフェンスブレイクもね、まあ、いいと思います。まあ、前線で相手のサイドバックとか引っ掛けたりとか、まあ、できればね、高い位置から攻撃始めることができますし、 ま,あまた、オフェンスブレイクって別にボール取れなくてもね、相手をまあ、クリア、相手、なんていうかな、例えば相手ボールとかで、ね、サイドバックの選手とか持ってた時に、まあ、オフェンスブレイク仕掛けることによって、相手がクリアにね、まあ AI、AI が動いたりとかして、またそのスローインからチャンスね、作れたりとか、まあ、する可能性もあるので、必ずしもボールを取るだけが仕事じゃないというのもね、まあ、一つ理解しながら使うと面白いところはあるんじゃないかなと思います。 で、あと、セレクトスキルはね、これもまあ、そうですね。よりね、まあ、フラスル系としての価値を見出すんだったら、もうダブルタッチドリブルほぼ一択でしょうね。うん。まあ、これでしっかりと相手かわして、ファンタスティックアーチパスまで持っていくっていうのが、まあ、一つ大事な仕事ですよね。まあ、このカードを使うということはそういうことだからね。そこに、まあ、重きを置いていいんじゃないかなと思うし、例えば、まあ、オフェーセンスとか、シュートスキル強化とかで浅野選手が結構シュートに自信あるんだったら、まあ、テクニカルカーブでも面白いんですけど、それだったら、まあ、シャドウの方がいいからね。 まあわざわざウィングで使わなくてもっていうのはちょっとあるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあウィングとして見るんだったらダブルタッチドリブルがほぼ一択ぐらいの感じでいいんじゃないかなというふうな考え方に僕は、まあなるかなと思いますね。はい。ということで、まあ浅野選手のね、こちらのカードも、まあ珍しいカードになりましたが結構いいカード出てますので、まあ31日までね、ここも狙えますので、まあぜひね、パサーの浅野選手が欲しいという方はぜひね、狙ってみてください。 はいでは、この浅野選手のカードを押さえまして、第1位に輝いたカードを見ていきましょう。こちらです。はい、ここは柏レイソルのマテウス・サビオ選手のプレーメーカーが左に続きまして、右も第1位となります。はい、ということで、このカードも振り返っていきますと、まずグレード97バランスタイプで登場しています。スキル構成がワイドレンジクロスさエンジェルパス。セレクトスキルで高速ドリブルからレザークロス選択ができます。チームスキルがスタメナオフェンス強化でボナーセンキン EP プラス。 総合値が7093のオフィ値が1597というね、カードになっております。はい、ということで、もう左の時にね、結構話し尽くしたので、もう分かってるよという人もいると思うんですが、まあ、この動画しか見てない人もいるか,らし、ね、いるかもしれないので、まあ、強さっていうのをね、まあ、しっかりと、えー、お話ししておかないといけないんですが、まあ、このカードのまあ良さとしては、ここもまあ能力値よりはね、当然まあスキル面ですよね。ワ、まあ、イドレンジクロスサー持ってて、エンジェルパス持ってるというね、まさかのパスとクロスサー、 まあ、ここの、ここで、まあ、常設で完結してるパターンね。まあ、なかなか今後見ないんかなと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、素晴らしい仕上がりですね。まあ、これも、まあ、クロスサーで、まあ、ね、当然、まあ、足元に落として、まあ、ね、そこからシュート打ってもいいし、まあ、深くから打つんだったら、ボレーとかね、まあ、近距離とかで合わせてもいいし、 で、エンジェルパス持ってるんで、まあ、ゴロパスからの近距離狙ってもいいし、ゴロパスからの手前で落としてミドルシュート打っていいし、みたいな。まあ、いろんな選択が取れるっていうのはね、すごく魅力的ですよね。で、セレクトスキルもね、これ面白いんですよね。高速ドリブルとレーザークロス。で、これレーザークロス選ぶんだったら3種持ちになるので、まあ、いたいまあ、射程に入ったら何かしら打ってくれるだろうっていうぐらいの安心感も出るし、まあ、スキル切れも起こしにくくなるので、うん、まあ、よりね、いいんじゃないかなと。まあ、安心した、安定した活躍ができるんじゃないかなというところと、 であと、じゃあ、高速ドリブル選択するとどうなるかというと、これはさっきのエーベル選手とかの時のね、話と一緒なんですけど、まあ、深い位置からね、よりクロスを上げたい、まあ、ボレーを打ちたい、近距離で合わせたい、まあ、こういった人からすると、この縦取りを選択する可能性というのは結構高くなるんじゃないかなと思いますね。で、相手がエアウォール持ってなくて、弾けなさそうなゴールキーパー使ってるとかだったら、なおさらね、これ高速ドリブルで深い位置へぐって、 あげるという意味がめちゃくちゃ出てくるんでね。うん。まあそういった戦術的なところで使っていただければ、まあいいようにね、働いてくれるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあここの色々いろいろ何て言うかカスタムね、カスタムできるところ含めての、まあ、幅広さというか、うん。なんか自分好みに使おうと思ったときに、例えば、その特定のカードがあったときに、幅ってある程度決まってると思うんです。幅ってね、そのカスタムできる幅って。例えば、 まあじゃあ、ドリブルか、チェイシングかとかさ、うん。いろいろあるじゃないですか、組み合わせがね。シュートスキルか、ドリブルか、みたいなね。うん。で、それって別になんかその幅がめちゃくちゃ広がるわけじゃないじゃないですか。結局、その厚みを増していくとか、まあフェイントで一人かわしていくとか、こういったところに、まあどっちに重くよっかな、みたいな話なんですけど、このサビオ選手のカスタムの仕方って、まあよりそのワイドレンジに奥行きを求めたりとかもできるし、 ま、よりその、なんていうかな、手前に落としたい。ま、とりあえず上げたいと思うんだったら、レーザークロス選択ができるので、よりここに厚みが増して、ま、より安定したりとかね。ま、その、いろんな方向性で、あの、使うことができると。で、既存のスキルもちょっと面白い組み合わせしてるんでね。ま、なので、大体の人にね、ま、ボレーとか使ってる人だけじゃなくて、近距離とかの人にもハマるし、ま、場合によってはね、その、ま、中距離とか、ま、長距離打ってる選手にもハマるし、みたいな感じで、 まあ面白いんですよね。より多くの人に需要が出そうなカードなので、まあ、こういったカードがね、より手軽に手に入ったとしたら、もう人権みたいな感じになっててもおかしくないぐらいのね、ウィングのパサーのカードだと思いますので、まあ、またね、今後復刻の機会とかもあると思うんでね、まあ、その時人気になりそうですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さんもね、そういった機会があれば狙ってみてください。はい、ということで、今回はライトニングエッジ登場時点でのライトウィングアシストリーグ部門ということでランキングやっていきましたいかがだったでしょうか。 まあ、ここのね、ウィングのパサーというのは不動の1位がいるんでね、なかなか、はなかなか動かないんですけどね、おそらく1位はね。ただ、まあ、下のランキングとか結構コロ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 変わってくると思います。というのも、やっぱりワイドレンジクロスー,ーの普及とかね、ファンタスティックアーチの普及というのは結構進んできてるので、まあ、これが例えばフォーカスとかでね、また出てきたときにリーグ寄りのカードということでちょっと有利になったりとかするし、まあ、そうじゃなくても黄色限定とかでね、また特定の対象になるような限定が出れば、まあ、入ってきやすいとも言えるんでね。 うん、ということで、まあ、今後も結構コロ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 動くんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、今後の動画をチェックしてみてほしいなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございまでで失礼します。バイバイ。